Charlie! Sbagliaglio! Sempre freschi! Ezio, qua, cocci. 市内にいる知り合いにいくつか届け物をしてもらいたくてな。それとこの近くに伝書鳩の小屋があるから手紙を受け取ってきてくれ。わかりました。ではすぐに。まっすぐ帰ってくるんだぞ。少しばかり相談したいことがある。それとな、エッツよ、揉め事はごめんだぞ。ん？ジョバンニの息子か。バカねえ、あんなの他人の空似に決まってんじゃないの。荷物は？心配すんな、病気をうつしたりはしねえさ。まあ俺はな。俺は使いできたんだ。アウディトーレのか。そうだ。尾行はいたか。いや、尾行だって。こっちによこすんだ。今夜動きがあると伝えろ。急げとな。動きってどういうことなんだ。おい待てよ、説明しろ。
上、フェデリコ。あ、坊ちゃま、よかった。何があった？みんなどうした？旦那様たちは連れて行かれました。シュニオリア宮の牢屋に。母上もか？妹は？兄様。クラウディア、無事だったか？でも、お母様が。奴らが。なんてひどい。ここは危険だ。安全な場所に心当たりは？ええ、あります。姉のところなら。よし、頼む。俺は父上を探す。お気をつけて、坊ちゃま。万平は坊ちゃまも探していますから。どうぞ見せてみなさい。エッツィオ。父上、お怪我は？何、大した怪我じゃない。マリアとクラウディアは？ご安心を。アネッタと一緒か？はい。では予測してたんですか？ただこれほど早いとはな。悔やんでも遅いが。一体何が？父上。説明は後回しだ。聞け。急いで家に戻れ。私の部屋に隠し扉がある。お前なら見つけられるはずだ。そこに箱があるから、中のものを一つ残らず持ち出すんだ。妙な品ばかりだが、どれも非常に大切なものだ。忘れるんじゃないぞ。はい。よし。箱の中には手紙も入っている。書類もいくつか。それを判事に届けてくれないか。今朝来ていた客人だ。判事様なら覚えています。それより説明してください。パッツィの策略なんですか？鳩小屋には書き置きがありましたが。早く行け、早く。Thank you.
ちは警備兵の志願者を募集中だ。傭兵などに肩入れせず、共和国の名誉のために尽力できるこの機会を逃がすな。隠し扉があると言ってたけれど、判事様に届けないと。